Thank you.
Thank you.
馬主、調教師、騎手、全てのホースマンが一度は勝ちたいと夢見るこのレース、実力とそして強い運がなければこの栄冠は勝ち取れません。日本競馬の最高峰、東京優勝日本ダービー、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のメルシーディライト、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました、七夕花江。これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。予想通り先頭は七夕花江、これに続くのがリーチザクラウン、さらにはスリーロールス、4番アイアンルック、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは七夕花江、並んで3番リーチザクラウン、ロジユニバース、この馬もこのグループ、その外にパーシャンウルフ、並んで7番スリーロールス、ゴールデンチケット、この馬もこのグループ、マイネルデイズ、そのうちに続いています。内からはタタノジュンジュ、アプレザンレーブ、いい位置です。その外にアンダイバルド、その外からメルシーディライト、赤の帽子エンゼルリバー、その後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、1番人気のアプレザンレーブ、現在馬群の中ほどにつけています。タタノジュンジュ、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはリーチザクラウン、その横にロジユニバース、七夕花江、この馬もこのグループ、すぐ隣にパーシャンウルフ、1000メートルを通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。リーチザクラウン、先手を取りました、その横にロジユニバース、七夕花江、この馬もこのグループ、すぐ隣にパーシャンウルフ、内からはマイネルデイズ、白の帽子、旗の順々、その後ろ。その外にゴールデンチケット、並んで7番スリーロールス、アプレザンレーブ、いい位置です。アンダイバルド、すぐ後ろ。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。さあ先頭はロジユニバース、リーチザクラウン、ほとんど差がありません。七夕花江、3番手アプレザンレーブ、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。府中の直線526メートル、ここからが勝負。最後の追い比べ、先頭は七夕花江、リーチザクラウン先頭、2番手は七夕花江、先頭を捉えるか。さあアプレザンレーブ一気に来た、リーチザクラウン先頭、差はほとんどない。2番手は七夕花江、あと 200m、 リーチザクラウン先頭だ。しかし残りわずか、残り 100m、 リーチザクラウン先頭、セイクリッドバレー迫る、リーチザクラウン先頭だ。先頭はリーチザクラウン、1着でゴール、リーチザクラウン1着、2着にはどうやらセイクリッドバレー、見事に勝ちました。リーチザクラウン、アプレザンレーブ敗れました。これは掲示板までです。Thank you.
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った、ミヤビランベリ先頭。残り 200m、 ミヤビランベリ先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。ミヤビランベリ先頭、ポップロック迫る。内から一気にポップロック、ミヤビランベリ1着、2着にはどうやらポップロック。見事に勝ちました。ミヤビランベリポップロック、2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ春のマイル王決定戦、 G1 安田記念の発走です。さあ最後は大外枠の大隅グラスワン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました大隅大道。これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ローレルゲレイロ前に行きそうです。大隅大道これに続きます。オレンジの帽子 BB ガルダ、その後ろ、その外にサイレントプライド、並んで16番、混合力士王、内からはザレマ、その隣に片野カジ君、その外に電車道、片野愛花はそのうちに続いています。その隣に信玄、その横にスーパーホーネット、カンパニー、この馬もこのグループ、その外から東方アラ、内からは当選キャプテン、オレンジの帽子マルカシェンク、その後ろ、その外にエイシンドーバー、最後方に大隅グラスワン、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から、これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。この辺りで先頭が変わりました。サイレントプライドさらにリードを広げます。2番手はローレルゲレイロ、これは絶好の手応え。 BB ガルダ3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。サイレントプライド先頭、差はほとんどありません。2番手はローレルゲレイロ、先頭を捉えるか。やはりローレルゲレイロ先頭だ。片野愛花はいっぱいになった。ここで先頭変わりました。先頭はローレルゲレイロ先頭。2番手は片野愛花はローレルゲレイロ先頭。2番手は片野愛花はローレルゲレイロ1着、ローレルゲレイロ1着。2着は片野愛花はローレルゲレイロ完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭は片野カミリア、先頭。2番手はサマーゲリック、懸命に追いすがります。やはり片野カミリア先頭だ、残り 200m、 片野カミリア先頭だ。これは強い。2番手はサマーゲリック、片野カミリア、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。片野カミリア1着、2着はポートトランプ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。片野カミリア、まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はホットボーイ、突き放しにかかります。2番手はマルターズで必死に追います。この差は果たして縮まるか。ホットボーイ先頭、あと 200m、 ホットボーイ先頭だ。リードは1マシン、後続の足色はどうか。ブルーミングオリンピア差し切った、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ブルーミングオリンピア1着、2着はホットボーイ、勝ったのはブルーミングオリンピア、見事な勝利です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭は片野林原先頭。2番手はブラックキャビア、追いすがります。やはり片野林原先頭。あと 200m、 片野林原先頭。2番手はアゲイン、この馬で決まりか。片野林原1着、2着はアゲイン。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。片野林原、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってアーバンビクトリー先頭。2番手はオリーブオン、懸命に追いすがります。やはりアーバンビクトリー先頭だ。残り 200m、 アーバンビクトリー粘る。2番手はアドマイヤヒル、アーバンビクトリーもう一伸び、アーバンビクトリーゴールイン。アーバンビクトリー1着、2着はアドマイヤヒル、これは桁外れの強さだ。アーバンビクトリー。Thank you.
今年上半期の競馬シーンを沸かせた優駿がここ阪神競馬場に集結しました。あなたの、そして私の夢が走ります。さあいよいよグランプリ宝塚記念の発走です。さあ最後は大外枠の信玄、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのは祭り田ゴッホ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく祭り田ゴッホ行きました。続いて前へ行くのはキングトップガン、さらにはカタモラモーヌ、11番デルタブルース、その後ろ後方に控えたのが当選クラウン。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはミヤビランベリー、好位置をキープしています。カタモラモーヌ、その外に肩のドライバー、緑の帽子デルタブルース、その後ろすぐ隣にエイシンデピティ。この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。1番人気のカタモラモーヌ、現在先団に取り付いていますデルタブルース。前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から祭り田ゴッホ先手を取りました。肩のドライバー、この馬もこのグループ、ミヤビランベリーすぐ後ろ、その後ろにエイシンデピティ、緑の帽子デルタブルース、その後ろカタモラモーヌ、後位をキープ、エアシェイディすぐ後ろ、 1000m を通過しました。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然として祭り田ゴッホ、肩のドライバーほとんど差がありません。ミヤビランベリー3番手、カタモラモーヌ、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ先頭は祭り田ゴッホ、その隣からは肩のドライバー、ミヤビランベリー、その後ろデルタブルース、その後ろカタモラモーヌ、好位を追走カンパニー、その後ろ、その外からは信玄、内からはキングトップガン、内からはドリームジャーニー、その外からはブラックシェル。4コーナーをカーブして、さあこれからです。祭り田ゴッホ先頭、差はほとんどありません。あと 200m、 祭り田ゴッホ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。祭り田ゴッホここまでか。ドリームジャーニー差し切った。カタモラモーヌ伸びない。先頭はドリームジャーニー、1着でゴール。ドリームジャーニー1着、2着にはどうやらカタのドライバー、これがダービー馬だ。ドリームジャーニー